皆様こんにちは。ではね、本日なんちゃんを探しに行きたいと思います。さあ、どこになんちゃん行ったんでしょうか。おみじるより先にね、なんちゃん見つけたいと思います。まずはホームレス街に行ってなんちゃんの情報を仕入れたいと思います。このね、動画が面白かったと思う方はチャンネル登録高評価ぜひお願いします。では行きましょう。お、女娘を連れてくる場所じゃないんだがな、ここは。村長、ナンバーはどうした？1番。あの、ちょっとトラブルがありましてね、それであいつの持ち物を調べたいんですが。仲間の荷物を勝手に漁るのか。ナンバーを助けるためなんです、ご理解ください。そうか、なら何も言わん。さすが村長、この分かりいいね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。調べたらすぐに出ていきますから。ああ、なんちゃんの家ね、久々に見た。これは中に入るってことかな。なんだかもう懐かしい感じだな。ここだ。っていうか汗、カビ、なんなのこの匂い。そら臭いやろね。おう、なかなか強烈だな。何かねえか、ナンバの行く先の手がかりになるようなもん。ね、あの中とかは。ああ、怪しい段ボールやね。パソコン入ってるんやな。つなげれんの。普通ホームレスが持ってるもんじゃねえ。ノートパソコンね。ビンゴだな。ビンゴが古い。そうなのか。どうすりゃいいんだこれ。何も映ってねえけど。大丈夫、私が開いてみるかな。さすが堪能だね、さっちゃんは。ん？開く？そ、起動させてみるわ。わざわざ言い直してくれてる。起動。ちょっと。いいから黙って見てなさい。そうやな、俺も苦手だ。黙って見てようぜ。まあ足立さんと一番やったら年齢が違うからな。さっちゃん、こんなの使い方わかんのか。まあ店の経理なんかも PC でやってるからね。尊敬した。はい、よろしくお願い申し上げます。しっかり敬語使ってね。ん？いきなり怪しいファイル発見。偉人帳案件仮原稿だって。ファイルの中身を開いてみたいな。おい、あんたもパソコンわかんのか。舐められてますね、足立さん。さすがにお前よりか分かってるさ。なんだよ、裏切り者。雑誌用に書いてた記事かな。作成者は秋葉翔一。出ましたね、なんちゃんの弟だ。秋葉翔一、ナンバーの弟だ。偉人帳の裏社会で刷られ続ける謎の偽札、嘘の真相に迫る。もうがっつりこの記事やな。ああ、民主党幹事長荻窪豊。悪そうな顔してるね。ここ見ろよ、初めて偽札の噂が立ったのは50年以上前だとさ。古い資料を丹念に調べ上げてきたってとっか。優秀じゃねえの、ナンバの弟くん。ナンバの弟いずれは出てくんのかな。いや、生きてるかどうかわからんか。ねえ、これ本当かな。作られた偽札は与党の重鎮にも流れたって書いてある。これは闇が深そうやな。ん？与党の重鎮、名前は民事党の荻窪幹事長か。幹事長、なかなかのポストやね。まあ確かに荻窪の地元は横浜だが、そんな大物が。まさかな。ああ、いや、なかなかの大物が絡んできてるね、偉人さんに。荻窪豊、どういうやつなんだ。民主党の長老だ。年齢ももう80は過ぎてる。とはいえ今の総理も荻窪の言いなりだって評判だ。発言力は絶大ってとこだな。いわゆるフィクサーって感じよね。ああ。なんだかうさんくさそうにしか思えねえけど。いや、大物の政治家にありがちな、ダークでスキャンダラスなイメージとは程遠い人物だ。結構クリーンな政治家なんですね。だからこそ政治家として息が長く続いてるんだろうな。でも仮に偽札が荻窪に流れてんなら、コミジルは荻窪と繋がってるってこと？あの性悪孫妃も、だいぶ損引きらんやな、さっちゃん。だとしたら、コミジルだけじゃなく、アンピン・リューマンの蝶も関係あるかもな。あいつも原料の紙を提供して、偽札作りに噛んでんだろ。ただ、正直、記事の中にはこれといった根拠が見当たらねえな。つまり、荻窪がどうのってのは、噂話にしかなってねえ。確かにね、この記事を世間の人間が読んでも根拠がない以上、偽札の件も荻窪の件も単なるゴシップ記事にしか見えないかも。でもさ、実際私たちは偽札の存在を確認したわけじゃない？だよな。
ってことは他の件に関しても全て嘘とは言い切れねえってことか。でもさすがに大きい久保と偽札のつながりは無理があるんじゃねえか。そうか、そうか、そうだったんだ。何が？どうしたの？そもそもナンバーは弟が書いたこの記事の内容を全部知ってたわけだよな。だから俺のポケットから出てきた片面だけの偽札を見たとき、あの時はすっとぼけてたけど胸の中じゃ穏やかじゃなかったんだ。きっとそうね、弟さんが追ってたことが噂話じゃなくて本当かもって思えた瞬間だもんね。多分希望を持てた瞬間でもあったはずね。だからずっと俺の近くで探りを入れてきた。くそ、くそ、もっと早く気づいてやれれば。難しいよ気づくのは、あの状態で。一番は何も悪いことはしてないよ。で、お前の持ってた偽札、コミジルの女に取られたままか。まだソンヒが持ってるわけね。ソンヒが持ってるままだ。次に会ったら返してもらうか。返してくれるかな？素直に返してくれる女かね。めっちゃ同じこと言うな。とりあえず、新しく分かったのは荻窪の名前だけね。なんちゃんが今どこにいるかの手がかりはなし。残念だけどね。待ち合わせの時間は2時だったな。もう平安路に向かった方がいい。もしかしたら、その日が平安路で会わせたい人間って、荻窪か？政治家が？まさか。いやー、政治家絡んできたらややこいけどね。ちょっと村長に話してみる？なんかこっち向いてるし。なになに？一番か。村長。難波のことで何か知ってることないですか？どうやってここに流れ着いたとか何でもいいんだけど。いや。ここじゃ素性の詮索はしないのが礼儀だからな。自分の過去を語りたがるのは人生うまくいってるやつだけだ。あ、語りたがるのは人生うまくいってるやつだけなんだよな。はは。難波って名前が本名かどうかさえ俺は知らん。あ、ほんまに知らんねや。ちなみに言うとそれは本名でしたよ。なら、もう俺よりお前の方が奴に詳しいってことだろう。そうっすか。わかりました。どうも。じゃあ難波のとこ行くか。難波のとこ、違うな。平野に行くか。平安堂って何も起こらんかったことがないからな。でも、神室町の平安堂と横浜の平安堂って両方あんのかな。どれぐらいの距離あんのかな。平安堂って中華街よね。中華街ってまあまあ敵強いイメージだけど。ああ、サクサク行きましょう。ん？ここが、あ、なんか一人の敵が、戦いますか。ハリレイザー。何この変なやつ。使ってますやん。大道芸人？ワインの洗礼だ。あ、結構強い。結構ついてくんねや。はいはい。ああ。そういう攻撃ね。道合ってんの？お、すごっ。何この竜？今竜やってんだよ。いや。え？ちょっと絡まれそうやから。ああ、絡まれてた。強い強い。普通に敵強いわ。ここ綺麗やね。またちょっと散歩に来たいね。お、なんか落ちてんな。あ、猫。猫。やっと見つけたぜ。はいはい。あのメガネのお姉さん迎えに来んの？どこまででも迎えに来るね。あと猫何匹なんやろ。いいものサーチしとこう。平安路着きましたね。あー、北京ダックあったね。平安路か。ずいぶん高級店だな。飯ぐらいおごってくれんのかね。ご飯食べに来たんならドレスコード的にその格好は NG ね。まあ紫はないな。え、なんでだよ。それに入り口に書いてあったわよ。ヤクザの方および元ヤクザの方の入店は厳禁ですって。両方該当してるね。無理ね。マジか。冗談に決まってんでしょ。それにご飯食べに来たわけじゃないでしょ。普段こういうとこ来ねえんだからからかうなよ。なあ、俺は、俺の格好はどうかな。手袋がな、違和感。そうね、
まあ一番と同じぐらいダメね。やっぱり引き合えてくるべきだったか。一長らでしょ二人とも。ちょっとご飯食べに来たんじゃないんだってば。よし、とりあえず行ってみようぜ。結構さっと入れんのかな。本当にここだよな。誰もいねえじゃねえか。そんなビった声出さないでよ。怖いの？元警視でしょ。直近は何年も教習所員だった。なまってるからね。あいつさんは怖いんだよ。高級店ってのが苦手なんだろ。誰でも苦手やで。定食屋が専門なんだな。いいじゃん。何よ、情けないわね。すまん。時間通りのご到着ですね。お、ハン・ソンギュだね。皆さんはもうお待ちですよ。何人おんの皆さんって。別に遅刻じゃねえんだ。謝る気はねえよ。謝れとも言ってないけどな。もちろん私に謝罪など結構です。とはいえあの方たちをお待たせしていることはお伝えしておこうと思いました。あの方って誰よ。あの方たち誰なんだよ。さあどうぞこちらへ。ご心配なさらずに春日さん。今ここに危険がないことはこの反順義が保証します。お前が保証してもな。さっき俺らに銃を向けてたおめえに言われても信じらんねえな。ここは肉の壁の外です。先ほどとは状況が違います。お分かりで。ろくなことなかったよ平安堂は。基本的に入りなさい。孫妃ね。孫妃の声ね。だな。お辞儀してるやん。誰おんの誰おんの誰おんの。え、まさか孫妃長。あ、いや春日くん元気。星野会長いるやん。長、それに どういうこと。みんなで集まんの。何、あのおじいちゃん誰なの。あのおじいちゃん怖いよ。やつは星野竜兵、青龍会の会長だ。え、ということはじゃあこの3人は偉人さん。トップ3だね。偉人さん、そのトップ全員がこの場に揃ってるってことだ。普通に座られへん人たちばっかり。よ、これは一体どういう状況だ。謎の状況やね。睨み聞かしてるよね相変わらず。ハッシュ漂白の裏側。おお、この3人が揃うとは。構想中じゃなかったのこの人たち。構想中やな。おかしなとこでお会いしますね星野会長。かますね一番。組織同士は構想が本格化する寸前ってのに、ここは別世界のようじゃないですか。仲良し小良しなんかいな。俺たち3人が会うのは年に一度あるかないかだ。だが肉の壁の均衡を保つため情報を共有する必要があれば、こうやって膝を突き合わせて会うことだってある。角刈りやな。下の者同士が血流し合ってます。止めなくていいんですか。うちの青龍会は若い者を二人蜂の巣にされた。そして半貧龍門は庭先まで勝ち込まれた。勝ち込まれてるよ。こうなった以上簡単には止められん。先に引いた方のメンツが潰れるからな。メンツが一番大事なんだよね。ここは収められん。上げた拳は下げれない。うちだって同じメンツの戦いやん、ね、じゃあここで何やってんだよ。お茶会ですか。トランプでもやってこの構想の勝ち負け決めんのか。そのアイディアいいね。いいね。ふざけんなよ。すでに人が死んでんだ。なのにあんたらがここでこんな狙いごっこしてるって下々の連中は知ってんのか。知らねえだろ。あんたらそれで平気なのかよ。春日よ、自分の物差しで勝手なことばかり吠えてんじゃねえぞ。あすが星野会長。でも会長、高部の頭は今この蝶が拉致ってて。拉致ねえ。でも君が言うよりかは頭はうちで丁重にもてなしてるよ。俺としちゃ返す口実があればすぐにでも解放したいくらいだけど。じゃあこのまま
ずっと睨み合ってる状況が続くってことですか。睨み合ってないけどね、この人たちは。でも、またいつ死人が出るかもしれねえのに。だからこそ、睨み合いの状況が必要なんだ。兵隊らが本気で睨み合ってこそ三すくみだ。兵隊は血を流してるぞ。でも外部からの圧力に対して高い強度を持つ。日本も独裁の構造から三権分立になった。それが最もバランスがいい。つまり理にかなっていた。それとこれは別じゃないの、話が。今さらここで戦後の話かよ。あれ何か。めっちゃ怒ってるやん。ああ、そうだ、戦後の話だよ。この町の構造が生まれたのもな。おお、そんな前なの。戦後混沌に生まれたのが闇市。そこで初代清流会が起こった。そこで今ある偉人町の基礎は作られたといえる。その頃わずかに離れた横浜中華街では中国人同士の2つの勢力がその主導権を求めて争っていた。アンピンデューマ。そして勝利した一方は、今でも中華街で繁栄した。そして敗れたもう一方は、後にハンピンデューマンとなる中国人。敗れた方がハンピンデューマンなんや。ハンピンデューマンは生きる場所を求めて偉人町へ追いやられた。だが流れ着いてきたよそ者を清流会も黙って受け入れるはずもない。意見やと察知するね。清流会との間には当時多くの血が流れた。歴史の話って始めるとやめ時に困らないで。校長先生の話かいな。だが歴史を知らずにこれの話はできん。お前の持っていた偽札だ、春日。清流会。その札はなんかいろいろ鍵を握ってんな。コミジュルですられた偽札の日本円は全て俺の元に集める。おい、どういうわけ。じゃあ清流会が全部裏で糸引いてたってことですか。どういう意味だ。中国元の偽札はマブチが勝手にやってたことでも、元は日本円の偽札作りがきっかけだ。そうやな。そしてその偽札の日本円を吸ってたのはコミジュルで、輸入するための基地はハンピンリューマン。でもそれを全て手に入れてるのが清流会。あんたら全員グルだったのか。ズブズブですやん。結論急ぎすぎ、落ち着きなさいって。相変わらず軽いね。イライラしてんだ。イラチか。清流会の人間に間違われて拉致られて、構想の火種だの因縁つけられて。そうやな。ナンバの賢者殺されかけて、挙句いきなり抜き打ちで偉人さんのトップに出くわしてんだ。落ち着いてられっか。間違いない。全くよね。じゃあ清流会が、つまりあんたが一番得してるって話かよ。偽造された縁の最終的な行き先は俺のところじゃねえ。荻窪豊かの懐の中。民事党荻窪幹事長。さてだね。ある記事で見ましたよ。民事党の重鎮ってやつ。じゃあマジであんたら揃って荻窪を支えてるってことか。なんでそんなこと。だよな。それがこの地の歴史だから。荻窪を支える歴史。もう60年も前になる。偉人町の偽札作りを発案してきたのは荻窪だった。おー、あの人が清流会の初代とハンピンリューマンのボスへ話を持ちかけてきた。政治家が偽札作りを、清流会とハンピンリューマンへ。何のために。当時の荻窪は市議会議員の一人に過ぎなかった。だがあの人はもともと偉人町を縄張りにしていた清流会の連中と、偉人町へ流れ着いたハンピンリューマンが限られた島を巡って抗争する様子を見て考えたんだ、うん、争い続ける男たちとその家族を何とか救えないものかと。政治家的な考えな。自分にできることを探し続け、出した結論が偽札作りか。結論だけ悪い。荻窪はまず
敵対する組織同士に共通の利益を持たせるため、うんうん、偽札作りの役割を分担させた。そういうことね。大陸から特殊な紙を仕入れるのはハンピン流マン、印刷と運搬は清流会という具合にな。コミジルはまだと。作る方法は荻窪が。そうだ、その施策が偉人町の平和には必要だと荻窪は信じていた。だから何としても実現するため、彼はありとあらゆるコネを使い、紙幣の原料や配合を調べ上げてくれた。熱量半端ないね。当時のその偽札も今思えばそこまでの出来ではなかったな。ほう、どんどん完璧になっていったと。そして荻窪はすられた金をこの町の警察連中にばらまいた。警察に？清流会やハンピン流門に渡したんじゃなくて？金を渡しただけで争いは減らん、根本的な解決にはならんのだよ。うん、荻窪はそこよく分かった。賢いんやな、荻窪は。そうすか。じゃあどうして警察に金を？彼の目的は警察を意のままに操ることだった。渡された金で警察の連中は骨抜きにされ、気がつけば荻窪の言いなりになった。買収ってわけやな、警察を。そして荻窪は警察に偉人町のある区域を中心に取り締まりを厳重に強化するように指示を出したんだ。治安の強化よね、いいことじゃん。偽札使って治安強化って言われてもよ。単なる治安強化が目的じゃない。その区域でハンピン・リューマンの人間を清流会の組員が追い出そうとしても、すぐに警察が動き騒動を阻止できるようにして。争わない仕組みね。つまり抗争が限りなく起きない区域を荻窪は作った。ある意味偉い。なるほど、そりゃハンピン・リューマンにはありがたいことだ。察しがいいな。結果その区域は偉人町のグレーゾーンとして保護され、抗争は減り、行き場のなかったハンピン・リューマンはその区域を最後の居場所とすることができたんだ。大きくぼに頭が上がらんわけや。それは納得できたのか。ハンピン・リューマンには無条件で島と仕事を与えられたわけだろう。あな。しかし清流会も偽札作りによって継続的に大きな報酬を手に入れることができた。それだけじゃねえ。組員が無茶やらかしても警察が出る前に荻窪の一声でもみ消してもらうこともできた。遠慮者やないかい。その上でハンピン・リューマンとの抗争で兵隊を失うこともなくなったんだ。つまり清流会にも得るものはあった。十分メンツは保てたんだよ。荻窪ってかなりのやり手なわけね。だね。ある意味政治家らしい仕切り方っつうか。方法が悪いだけだね。荻窪から授かった恩恵を理解できたが。計り知れないね。確かに。わかりますよ。そしてその恩恵は我々にも同じ。コミジル。80年代になってコミジルもそのグレーゾーンに救われることになった。え？かつて韓国人同士が集ってジンゴン派と呼ばれた組織が我々の母体だ。ジンゴンファ。例えば彼は数年前までそのリーダーの影武者だった。ジンゴン派は幾度となく敵対組織に潰され、その度に同胞はチリジリに偉人町へ流れ着いた。私も幼かった頃、母に連れられてここに来た。常に争いの渦中にさらされていた我々にとって偉人町は安心できる場所だった。偉人町って不敵な場所やな。引きつけた同胞も増え、我々は徐々に土地に根付いていった。しかし身の安全だけでは生きていけない。稼ぎが必要やね。同胞の数が増えるたび、ハンピン・リューマンとのトラブルも増していった。じゃあハンピン・リューマンと戦争も？いや、そうなる前に荻窪は手を打ったのさ。ある日我々は荻窪豊から偽札作りの印刷の工程を清流会から引き継ぐよう提案を受けた。安住の地と収入の保証、その提案を拒否する理由はどこにもない。
さらに全ての秘密が漏れぬよう、その監視も我々が命じられた。それが異人町の至る所を見張る監視システムを作るきっかけになったのさ。おぎくぼ。そして清流会、ハンピン・リューマンと共に、コミジルも異人町の一角を担うに至った。そして異人さんが完成したってことか。以来、長年にわたって我々とおぎくぼは、密かにお互いを支え合ってきた。おぎくぼは異人町から生まれる無尽蔵の財源を駆使し、民事党幹事長の椅子を手にした。総理大臣にはなってないよね。でも今の内閣にもあの人と総理大臣になる必要はないってことか。なるほど、そういう歴史で一つの秩序が完成し、その発案者も出世したか。でも感心しねえな。所詮は臭いものに蓋をして得た秩序ってことだろう。言うこと言うね。結果がどうあれ、やり方が間違っていると言いたいんだな。それは間違いないって。でも例えば警察はどうだ。戦後の焼け野原の日本において、警察とヤクザの関わりをあんたは説明できるのか。名と暗、それぞれが力を駆使し、復興を目指し、それを遂げて現在がある。その事実をあんたは否定できるのか。できんのか、足立さん。そりゃ、その無理なんやな。今そういう話はいいじゃないですか。とにかく今教えてもらった話が異人町の過去ってわけですよね。でも俺らが気になってんのは今後の話です。俺らがここに呼ばれた理由は、要は何です。打ち止めじゃね。ナンバや俺らのことを異人さんがどうする気か。春日君のお友達ナンバ君は消えた弟を探すためにこの町へ潜り込んできた。ね、弟を探す手がかりは、弟が追ってた偽札を追うことが一番だと思ったんだろうね。うん。そしてコミジュルを嗅ぎ回ったりしてさ。そうね。だからもともと難波くんは偉人さんには強い敵意を持ってるでしょ。かなり持ってたね。でもよりによってそんな男が偽札作りの現場を実際に見ちゃって行方をくらましたとあっちゃね。まあ偉人さんとしてはきついね。塞ぐ必要がある。そんなこと俺らに知らせてどういう気だ。やめてくれとお願いすれや、難波は見逃してくれんのか。本来ならお前らもこのまま見逃してはおけん。だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あれ誰？え？あ？なんだと？その人物に免じてお前には目をつむろう。誰なんやろな。誰がこの偽札を俺に教えてくれんの？どうしても教えてほしければナンバーを捕らえてこい。ただでは無理というわけやな。なんちゃんは？でもそんなことしたら殺されるでしょう。カズガ、だったらお断りだ。ダチを売ってまで知りたいことなんざ何もねえ。それで話はしまいかい。もしもの話、偽札の秘密が漏れれば肉の壁は力をなくす。異人町のグレーゾーンは消えてなくなるんだよね。知ったこっちゃないやろ。困るんだろうな。あんたらはな。肉の壁は治安が怪しい反面、何らかの理由で追われた人間にとってはここが最後の安全地帯ってことって説明したよね。ああ、聞いてたぜ。鈍いね。ここに入ってこれない連中ってのは東上会や近江連合もそうなんだよ。つまりここのグレーゾーンのおかげで命拾いした人間の中にはさ、春日一番ってことか。入ってんじゃないの。入ってるね、がっつり。カムロ町で撃たれた後、お前は肉の壁にいたからこそ近江のとどめを刺されずに済んだ。そうね。なるほど。そう来るかい。俺にはこの町に借りがあるってか。あんまり人事みたいな顔してるからさ、意地悪言ってみたくなって。それを言うところは優しいけどな。でもやっぱダチを売るような真似は。待て、断る前にもう一つ。何会長、もったいぶるな。何です？
南波にはすでに資格を放ってある。おお、なんだって資格って誰だ。はい、うちが引き受けました。あら、軽いね。ハンピンリューマン。しょうがないじゃん。まあ捕まえてもできる限り苦しまないように始末するようには伝えたよ。ただうちの子たち最近仕事が荒いんだよな。戦ってる最中だからね。止めさせろ。そりゃ無理。俺は偉人さんのために始末する方に一票だから。どうする、放っておいたらナンバー死ぬぞ。でも連れてきても殺すつもりでしょ。お前がナンバーをつかめろ。ハンピンリューマンよりも先にな。暴走させる意味ある。そんなこと言われたって場所が。それなら私の方で目星がついています。この先はお前次第だよ。カスが一番。コミジュルは探してないんや。まずナンバーを死角から救うのが先。一番見つけそうやけどな、コミジュルが。影武者、もうあいつを見つけたのか。いえ、目星はついてるとそう申し上げました。まだ見つけてはいません。ハンピン・リムーマンも独自にナンバーさんを探しているはずです。ナンバーどこだ、ナンバーどこにいるんだ。偉人帳から出た形跡はまだありません。コミジルのシステムが照準を合わせているこの状況でナンバーさんが街を出るのは不可能です。じゃあ警察に行くとか。警察へ駆け込むこともないでしょう。どの警察官が裏で偉人さんと通じてるか、南波さんに見分ける術はありませんか。誰。ええ、私が南波さんならブリーチジャパンが格好の逃げ場と考えます。ブリーチジャパン、一致旅行明け。ブリーチジャパンに。そうか、なるほど。あそこならかくまってくれる可能性もあるか。なのでコミジュルでは今ブリーチジャパンの事務所に監視の目を向けさせています。まだ南波さんの姿は確認できていませんが、すでにそこにいる可能性もありますね。ねえ、どうする。一番、俺たちが南波を捕まえてきたらあいつはどうなる。私の判断することではありません。ですがこのまま放っておけばハンピン・リューマンの資格に先を越されるでしょう。もう時間の問題です。先見つけるしかねえな。頭使ってる場合じゃねえぞ春日。とにかく南波を見つけねえと。ブリッジジャパンの事務所はどこに。馬車街道にある白陵ビル2階フロアが横浜支部です。白陵ビルに向かえ。はあ、白陵ビルね、行ったことあるんかな。じゃあちょっと向かってみましょう。なんか買い物できるとこいっぱいあるけどね。ああ、豚まん買おう。豚まん10個、中華まん10個、切れまん10個。めっちゃ買うなこの客。甘栗ごめん、5個で許して。ありがとうございました。はーい、はい、では白陵ビル着きました。なんちゃんここに、お来たか。コミジル幹部。なんでコミジル。なんだてめえは。お前らを消しに来た。小汚い松尾とかいうホームレスと同じようにな。松尾、コミジルに打たれたあの松尾か。お松尾、ああコミジュルに雇われてスナックを襲った男か。おー、あいつえぐい死に方したよな。なんだって。お前松尾殺したのかよ。誰の指示だ。誰の指示でもない、俺の判断だ。独断ということね。孫飛は関わってないんや。腰抜けの孫飛はやりすぎだとほざいてたかな。はあ、孫飛をもう裏切ってるわけね。それで愛想が尽きた俺はコミジルと決別した。うん、そして今は新たなパートナーと手を組んでいる。誰だ、ちょっとしゃくれてるか。新たなパートナー誰だ。まさか。それを教える義理はない。そしてこの先は通さない。なんで片言やねん。松尾のように死ね。あ、やっぱりやるんや。ならてめえを倒して力ずくで生かせてもらうぜ。後悔すんなよクソ野郎が。おい、コミジル戦闘員。コミジルか。よし、あ、わりかし攻撃力あんな。あ、防御力は低いね。でもボウガンはやっぱコミジルだね。あ
意外とあっさり。これか？ブリーチジャパンの事務所は白リオビルって書いてるもんね。っていうかさっきのやつしれっとおらんよなんの。2階の方は誰かいるね。光が漏れてる。おい、何が待ち受けてるかわからねえ。用心していくぞ。おー、なんかありそうな予感だね。何も落ちないパターン。